はい、今回は懐かしの選手ですね、間違いなく。懐かしいでしょ。ファン・ホーイドンク。オフェンス17、テクニック17、パワー17。ねえ、完全にもう、途中出場からできてゴールするみたいなイメージじゃない？知らんけど。そんな感じだよな。193。多分ね、今、こいつの息子がね、確かイタリアにかなんかに、どっかにいたよね。なんか、同じような名前、なんとかホーイドンク。確かそうなんだよな。現在は、ナック・ブレダ。オランダの一部かな、あのチームの、一部か二部かわからへんけど、なんか、スーパービクトリーボード。なんやろ。なんか役職で働いてるってことかな、なんかで。候補かなんかわからんけど。身長193で、オランダ代表46キャップ。すごいね。最多出場がフェイエノールト。ワールドカップ確か出てたよね。確か、いつ出たよな。94年、98年、2002年、2006年。わからへん。どっか出てるよな。ワールドキャップは98年出てるね。3位かなんかになった時だよね。4位か。なんか忘れた。2002年はあれだね。出場権逃したんでね。2006年は出てへんね。その基本的にはもうあれやな。ベンチから出てきて、ベンチにいて、途中出場から流れ変えるみたいなタイプかな。息子がボローニャにいいんやな。シドニー・ファン・ホーイドンク。活躍してんのかな、よくわからへん。キャリアは微妙だな。セルティック3年、ノッティンガム・フォレスト3年、ベンフィカ1年、で、フェネル・バフチェ、で、それ以外はフェイエノールみたいな感じで。なんか海外でパッとしなかった感じかな。なんかあんま印象ないよね。チャンピオンズリーグ11試合。どこや、フェネルバフチェか。あ、セルティックも可能性あんな。プロ通算405試合。まあ。そうね。まあでもこの頃やからクラブのキャリアなんか、っていうかクラブの試合も見てないからね。まあオランダ代表のなんか秘密兵器だったっていう感じはするけどね。あと息子がどこまで行くんかな。